お手入れやっていきます。10年以上経っているので発送して視聴者の人に教えてもらった社長さんで3000円ぐらいで売ってる安住耕して一緒に視力の回復をしてみたいと思います。新しい花芽とか葉っぱに光が当たるようにほとんどカットしたいと思います。これ新しい葉っぱちょっとだけ出かけています。これはエリックスミシー。汚い葉っぱを中心にちょっとだいぶ掃除しました。まず安住を巻いていきます。クンタン次巻きます。すっきりお手入れ完了です。アズミンは即効性がある肥料ってわけじゃないみたいなんですけど、こんな感じでちょっと疲れた土を元気にするアズミンを足してみました。次はここのクリスマスローズもカットしていきます。少し新しい葉っぱが出てきてるのでこれは残して、あとはカットします。ちょっとこれぐらい移植したいと思います。これですっきり、お日さんが当たってくれると思います。1週間経って結構もうほら新しいのがこっちも新しい葉っぱが出てきてる。これも新しい、はい、これ新しい葉っぱがいっぱい出てきてます、うん、少しずつ新しいのが出てきてます。こっちは結構モリモリ出てきてます。もう咲いてる子がいます。この子めちゃめちゃ早いな。こっち向いて。いつもこの子は葉っぱがふさふさんやけど、ちょっとずつ花芽が
おお、よく見るとこの辺も。貴重な西日が。今2時ぐらいですけど、ようやくこれくらい日がさしてます。エリックスミシーもつぼみが上がってきてます。少し花芽が。ちょっとお花が上がってきてます。これかわいい。だいぶ上がってきてます。花かわいい。結構お花上がってきてます。これすごい。これを巻いてみます。ここは結構咲いてきてます。ダナイ葉っぱ取っときます。すっかり見ごろを迎えました。あと移植した子たちは無事根付いてくれた感じです。すごい花いっぱい上がってる。これはピコティですね。数少ないピコティです。横はセミダブル。ちょっとベルっぽい形の咲き方。大きくなったホブシ。このホブシの下に
た奥に白がちょっと白、はあ、白はやっぱ可愛い、やっぱ可愛い。これも一緒かな。白の一重めっちゃ可愛い。赤の隣にちょっと黒。これは黄色系のダブル。かわいい。そしてここも多分こぼれ種で黒っぽい色。今日は雨ですけど、雨のクリスマスローズもいい感じです。ポプシーより右側の方が日が長く当たるので花上がりがいいのかな。原因はそれだけじゃないかもしれないですけど、比較的右側の方が花上がりがいいです。ちょっと左側は株がちっちゃい感じがします。そして種がこぼれて双葉もいっぱい出てます。エリックスミシーも結構お花が上がってくれました。でもう花が終わってるのもいっぱいです。いつの間にか。こっちはもうほとんど日が当たらないのでお水も全然あげてません。今日は雨なので久しぶりの水分補給な感じです。こんな家庭用の、除菌ウイルス対策のスプレーを今日は少し種ができかけている花の茎をカットしていきたいと思います。今年は種を残さないのでちょっと早めにカットしようと思います。まだ綺麗そうなんですけど、もうお花は終わってて今種が膨らんでこようとしているとこなのでもう早めにカットしてしまいます。新しい葉っぱもいっぱい出てきてるので、こんな大きくて汚くなった葉っぱはちょっと間引いときます。種が結構膨らんできてます。めっちゃこれも種が膨らんでる。
保冷声代わりにこの固形骨粉を、土に混ぜときたいと思います。ちょっと埋め込む感じで周りに入れておきます。結構種が膨らんでたのでほとんどカットしました。こんなたくさん切ったね、うん、今年は種取らないので、うん、とりあえずほとんどもうカットしました。新しい葉っぱが今すっごいいっぱい出てきてるんですけど、夏前ぐらいにちょっと葉っぱが混み合ってたら少し古い葉っぱ切ったりとかするんですけど、次の大きな手入れは、夏の休眠を越えて10月にまた葉っぱカットして肥料を足してお手入れしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。今年もいっぱい楽しめました。少し咲いてくれました。